お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。アイレディースクリニック、赤ちゃんいらっしゃい、命の誕生、第105回。赤ちゃんいらっしゃい、命の誕生。この時間は沖縄市三郷にありますアイレディースクリニック協力のもと、お産の瞬間を録音して放送するコーナーです。命の誕生の瞬間はとても感動的ですよね。お産がもっと身近なものになればと思い、アイレディースクリニックのスタッフさんが録音してくれた音源を放送しています。今日は3人のお産の瞬間を放送します。一人目は伊藤由美さん、女の子の赤ちゃんです。元気な泣き声を聞かせてくれた赤ちゃん、パパが外国の方なので院長先生が英語で声をかけています。おお。コメントはパパとママです。パパは会えて嬉しい、みんなで一緒に過ごしていこうねとコメントしていますよ。それではお聞きください。ありがとうございます。내딸아유나야아직이름결정안했는데우선만나서반갑다즐겁게세상구경같이많이해보자엄마하고아빠하고알았지건강하게잘자라고우선그래조금더자라면얘기좀하자알았지딸짱딸짱언니짱의콜다요이모토님なんか言ってあげて、タンちゃん。タンカク？タンカクなの？無事に生まれてきてくれてありがとう。これからみんなで一緒に頑張っていこうね。どこに行ってもみんな4人一緒にいるよ。健康で元気な子に育ってね。とってもね、優しそうなお父さんとお母さんからのね、コメントでしたね。ね、なんか声がね、すごく優しかったね。そして元気なお兄ちゃんの声も聞こえてきました。小さいお兄ちゃん、ずっとね、楽しみに待っていたんでしょうね。皆さんこれからも家族増えて、ますます賑やかになるでしょうから、楽しく過ごしてください。出産おめでとうございます。続いて、田和田泉さん、女の子の赤ちゃんです。ママの頑張っている様子から始まります。頑張って無事に出産、可愛い泣き声が聞こえます。コメントはパパとママです。ママは切迫早産で不安だったようですが、無事に生まれてほっとしている様子です。それではお聞きください。はい、おめでとうございます。抱っこしてあげてね。おめでとうございます。生まれてきてくれてありがとうね。お家に帰ってお姉ちゃんと一緒にいっぱい遊ぼうね。切迫早産からいろいろあってやっと無事に生まれてきてくれてありがとう。これからすくすく元気に育ってほしいです。ココナとも仲良くしてね。はい、お母さんとっても不安だったみたいですけれどもね、赤ちゃんの元気な声を、産声を聞けて嬉しかったでしょうね。ほっとしたでしょうね。うん、お父さんもお姉ちゃんも、お姉ちゃんか、家で留守番していたということで、お母さんきっと心配してただろうからね、この赤ちゃん抱いてきてなんか喜んでいる様子が
想像してちょっとうるっとくる今日この頃ということで皆さんね、これからいっぱいね、みんなで楽しく過ごしてください。出産おめでとうございます。最後にこちらは匿名希望さんです。男の子の赤ちゃんです。出産直後、赤ちゃんとママとの握手、元気な泣き声が聞こえます。ママがパパに電話している様子も聞こえてきますよ、元気な泣き声の後ろで、そしてへそのカットです。コメントはママとおばあちゃんです。それではお聞きください。握手するよ、手出してごらん、下に手伸ばしてみましょうか。はい、はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。50分だね、抱っこしてあげて。50分です。どうして電話して。お母さん、これどうかな、聞こえる？ありがとうございます。どうだった？ごめんなさい、やっぱり持ってもらって、ピーマンが緑と牛のところの間なんですけど、ハサミ1本で切る前に1回してみましょうね。じゃあお願いします。はい、チーズ。はい、はい、もう一回パパに聞かせてごらん。バッチリですね。ありがとうございます。とりあえず健康で、健康が一番だから、健康で育ってくれればいいかな。そうよね、ママより、ママよりいきますよ。健康でね、本当に。絵の具はまだついてないよね。まだまだついてないけど、素直でいい子に育ってください。それ以上、祖母より、ばあちゃんより。はい、なんか電話の声が、電話のこのプルルっていう音がね、聞こえてきて、なんかほのぼのしましたけれども、お母さんきっとね、この自分のお子さんの最初の声を旦那さんに聞かせたかったんでしょうね。ずっとほら泣いてお父さんだよって言ってたよね。なんかね、とってもいいですね、こういうのね。そしておばあちゃんもとっても喜んでいる様子でした。出産おめでとうございます。それでは続いて、教えて北条先生のコーナーです。今回で第41回目となります。このコーナーはアイレディースクリニックの院長、北条秀志先生にお産についてお話を伺い、私上条美希との対談方式でのインタビュー内容を毎週流していくコーナーです。今回は先日の熊本地震が起こったことを踏まえて、リスナーのチリーンさんからも質問がありました。アイレディースクリニックでの災害時にはどのような対策をしているのでしょうか、というお話を先生に伺ってきました。それではお聞きください。こんにちは。今日は暖かいですけれども。そうですね。ご機嫌いかがですか？そうですね、今日今ちょうど1歳パーティー終わって、お赤ちゃんみんなとハイタッチしましたよ。嬉しいね、やっぱりね、みんなの赤ちゃんが元気に1歳迎えてこう来てくれるとね。ということで、はい、今日も教えて北条先生。そうですね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速なんですけれども、先日、熊本でとても大きな地震がありましたけれども。そうですよね、はい、うちもちょうど職員2人熊本出身がいて、もう先生気になるから、もう今日仕事できない、もう会社向こうにね、いたいと、でいいよって言って、ね、朝一便で2人とも帰って、帰ったその夜に本震よ。あ、そうだったんですか。そうそう、だからね、朝一で帰ったの、でも、逆に本震の前だから飛行機で帰れたけど、もう、ね、1日遅れたらもう帰れずにずっとこっちでもやもやね、親はどうなってんだろうってね。今2人とも救助活動、それから1人は看護師だから、JMAT ってその災害チームに入って、一生懸命ね、熊本 の, その
みんなのためにね頑張ってるっていうね、うん、ことをやってますよね。アイレディースクリニックからもこのおむつとかいろいろ送ったんですよね。そうですね、やっぱ現場の声、想像じゃなくてその2人の現場の声を聞いて、うん、おむつ、それから離乳食ね、うん、ミルク、あとやっぱり料理ね、結構物資は来てるけれども、うんね、例えば食事を食べるにもそのお皿をね、紙皿とかね、うん、やっぱ洗わずにもうね捨てられる方がいいということでね、うん、そういうものおむつもやっぱり年齢によってそれぞれ使う量も違うし、それぞれ、うん、1歳の子の方が欲しい、0歳の方が欲しいとかね、そういうのね、そうですね、要望に合わせてできる限り、今日ちょうど発送したばっかりですね。あ、本当ですか、うん、ちょっと心配ですけれども、そうですよね、まあ、この建物はね、はい、一応まあ新しいので、はい、耐震ももちろん、ね、はい、大丈夫です。沖縄もね、まあ、震度3、4ぐらいはねたまに、うん、ありますけどね、うんうん、もしでもやっぱり今回のこの熊本のニュースを見てて、うん、地震の最中にやっぱ生まれる子は生まれるわけですよ。当たり前ですよ、そうですよ ね、 そうですよね、その要はね、十分な設備がねちょっと停電したりいろいろ大変な中でもやっぱり子供が生まれてる、うん、生まれた子供もだけども生まれた後の入院してるお母さんたちも、うん、あげるおっぱいあげなくちゃいけないからいっぱい食べなくちゃいけない、そのご飯がないとか大変だねやっぱりね、うん、同じ産婦人科の病院でもやっぱり、うん、ああそういうことが起こるんだなっていうことをね、うん、だから今回のやっぱり教訓にね、うちもいろいろ防災対策っていうのはいざという時はもちろん訓練やってるのと、うん、お水からそのカップラーメンからいろいろ準備はもちろんストックをしてますけどね、うん、より一層今回のこの熊本の2人のね、うん、意見をね、うん、参考にね、万が一この沖縄でね、うん、同じ起こってほしくないけどね、うん、でもこればっかりは分かんないね、だからその時に僕はここに入院している患者さんとね、うん、スタッフあるいは近隣の人のために何ができるかね、うん、考えてストックできるものをストックしていきたいなっていうのがね、あ、今回ね、そうなんですね、うん、これからこのチリンさんの質問にもありましたけれども、うんうんうん、アイレディスクリニックさんでは災害時の対応など整っているのでしょうかっていうことだったんですけれども、うんうん、熊本のあれを教訓にというか、そうですね、はい、うん、まあ、一応やっぱり本当手動のこう懐中ライトを起こすやつね、あれは一応病院には20個ぐらい置いてて、まあ、今回も帰る時に2つぐらいもね、スタッフも持って行って向こうで役立ててくれてると思うんで、ね、あとはね、まあ、ラジオのもうちょっと聞けるタイプがいいかなって、ね、ちょっと今回ね、テレビは見れない、まあ、携帯はもちろんあるにしてもね、うん、タンクしますからね、そうそうそう、人がいっぱい、ね、うん、この病院 の、 この機械っていうのは、うん、この災害とかがあった時、うん、電気が止まった時でも動くんですか、うん、そうですね、自家発電はあります、もし災害が起こった場合はもう一箇所、ね、赤ちゃんのいる3階に全部電源を集中させる、他は全部シャットアウトでき最小限にしてね、そこだけで長く3階にいます、だからみんな避難して3階に避難してもらう形でね、まあ、赤ちゃんを守るのが、まあ、親より ね、まあ、親もですけど、うん、ね、赤ちゃんが一番だからね、うん、で、まあ、スリングっていう、こう赤ちゃんをねこうもしいざ避難するときはね、うん、スタッフがこうカンガルーみたいに抱っこして赤ちゃんをね連れていくというね、はいはい、やり方で連れていこう、そういう訓練はしてきてるし、そういうね、スタッフの方々も、うん、そうですね、あ、じゃあそういう時があった時でも、うん、安心して大丈夫っていうことですね、そうですね、ここは避難場所にはなってるんですか、なってはないですけど結構ここ高い場所でありますよね、だからいざという時は来てくださいね、建物の下は広場ね、うん、そこだったらなんとかやり過ごせるかもしれませんね、ちょっと勝手なこと言っちゃったけど、いやいやいや、なんか広いから大丈夫そうだな、ね、いやもちろんそのいざという時は解放しますよね、皆さんにね、そういう場を提供するのは地域の貢献当たり前のことですからね、うんうん、ウェイトさんは来ないでね、そんなにご飯食べないですよ、正直なので、自家発電もできると思います、自家発電どう自家発電どうするなんか、体温が熱いから、あ、そう
ということで、はい、今熊本に行ってるスタッフの方々も応援しつつ、うん、そうですね、はい、あ、沖縄県の医師会の方もですね、チームを5月に派遣することになってますからね、はい、あ、そうなんですか、うん、今そのスタッフはあの各、ね、あの病院から、はい、あの集めてね、沖縄県医師会も一生懸命ね、同じ日本のね、うん、ために人々のために頑張ろうとね、うん、今チームを組んでますので、うん、ぜひ応援してあげてください。わかりました。じゃあアイレディスクリニックも頑張ってくださいね。はい、ありがとうございました。はい、ウィズさん来ないでね。はい、なんでかね、私絶対行くよね。でもね、本当この本当は今日ね、お送りする予定だった、インタビューを来月に回して、やっぱりリアルタイムなね、ことだということで、昨日のこの熊本の地震についてのインタビューを、今日ね、皆さんにお届けさせていただいたんですけれども、ね、スタッフさんたちもね、よくね、知っているスタッフさんだったから、心配ではあるんだけれども、やっぱり自分のね、身内がいるところだから、いても立ってもいられなかったんだろうね。自分の身も守りながらね、皆さん仕事頑張ってくださいね。うん、教えて、北条先生でした。このコーナーでは、リスナーさんからインタビューの際に、北条先生に聞いてほしい疑問、質問、人生のお悩み相談、募集していますよ。アドレスは、761@fmkoza.jp までお待ちしています。以上、教えて、北条先生のコーナーでした。それではね、ちょっと、コメントが届いてますから紹介しましょうね。この産声を聞いてね、中村さんがよかった、泣いたってコメントしてますね。そして沖縄大好きさん、車のラジオから聞いてますよって、車内に赤ちゃんの産声がとても響いています。あれ、目から汗がうるうるしてくるということで。さっきね、この沖縄市のこのパークアベニューを外散歩している女の人がいたんですけれども、ちょっとあれって見渡してたね、うん、赤ちゃんのこの産声がねちょうど聞こえている時だったから、へーって言ってちょっと足を立ち止まってるの見えましたけれども、面白いね、朝からねこの人生の人間のスタートの声が聞けるっていうのはなんかとってもいいよね、うん、ということで今日はこの辺で。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。アイレディースクリニック。アイレディースクリニックでは、これからもお母さんの幸せを一番に考えた出産を行います。このコーナーでは、皆さんのお産に関する思い出、また出産を控えるお母さんに対するメッセージをお待ちしております。宛先は 761@fmkoza.jp まで。このコーナーは、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。アイレディースクリニックの提供でお送りいたしました。それでは曲を一曲お届けします。ユキでビスケット。
時刻は9時52分です。そろそろエンディングとなりますね。メッセージを紹介します。ラジオネーム餃子と生ビールさんです。ありがとうございます。よだれだろうなめぐーさん、みきみきみきちゃん、 FM 小座お聞きのリスナーの皆さん、おはようですって。みきちゃん今日も可愛いねということで、餃子と生ビールっていうみきラジオネーム初めて見たんだけど、いつも見てくれてんだろうね。ありがとうございます。今日のテーマ、お菓子。好きなお菓子いっぱいありすぎて迷います。柿の種のわさびとか梅味とか好きですということで、ああ美味しいですね。あの柿の種のチーズも美味しいですよね。美味しいね。本当にビールが好きなんですね、この人ね。お菓子って言ってもビールつまみだメッセージありがとうございます。そして続いてこの方、沖縄大好きラジオネームということで、オアシスネーム沖縄大好きさんです。ありがとうございます。すごい、オアシスネームになってる。上条美希さん、おはようございます。今夜勤終わりに聞いています。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、オアシスネーム沖縄大好きですって。これから車で那覇に帰りながら FM 小座聞きます。では最後まで放送ちばりよーということで、いやーお疲れ様でした。朝に終わった夜勤大変だね。うわ、何時からだったんですかね。お疲れ様です。いっぱい寝てから週末休みなんですかね。どうかね、また朝に仕事かね。いいね。まあでも夜型の人にとってはそういう生活の方が良かったりするのかもしれないしね。ありがとうございます。うん、おやすみなさい。そして次、ラジオネームマイオアシスミーキー、本名 OK 今村ですということで、ミーキー&メグー、おはようございます。早速ですが、タラちゃんの妹の名前はヒトデちゃんだそうです。ではまた来週ということでタラちゃん妹がいたことも知らなかったんだけど、ヒトデちゃん、すごいね。もうよくぴったりな海の名前を当てはめましたね、次から次へと。サザエさん、あ、そっか、今日サザエさんの漫画が始まった日ということで、それでですね、ヒトデちゃんありがとうございます。ということで、そろそろエンディングですけれども、めぐみさん、今日忙しかったけれどもパン食べる暇あったか。あー、ちょっと見た。見た見た袋からちょっとチラッつって見て、後でやっつって戻ってきたパンに話しかけてきたんだ。そうそう、ちょっと留守番しとけっつって、うんうん、もうちょっと待っとけっつって、うん、今はちょっと食べる時間じゃないって、そうそうそう、ようやく思ってきたんだ。そうそうそうもういいかなみたいなね。はい、今日チンスコも食べましたしね、朝ね。うん、チカピーさんからのね、もうちょ、うん、あれチンスコ、うん、カフェショコラだった。そうだね、チンスコショコラみたいな、ね、うんうん、美味しかった。美味しかったか、からもうお前は持っとけって言った。 OK、 ところでというか、ということで今日の昼メグパン、うん、何なんですか。メロンパンでした。おお、留守番してそう。してそうね、メロンパンちゃんと待ってるわ多分。あ、 OK、ね、ということでこの後も FM 小座でお楽しみください。皆さん、今日この後カフミラジオチムビラが10時から始まりますよ。それでは良い週末をお過ごしください。上条美希と池代めぐみでした。バイバーイ